どうにもいけませんな。またシェアが奪われている。ラステーションに。やはり下々のものはどうしても新しいものに目が行きますからな。我が国はハードにせよ何にせよ安定こそしていますが。古臭いと言いたいの？いえいえ、滅相もございません。そんなこと私が一番わかってる。でもガラッ。ふふん、お久しぶりね、幼女女神。あなたの顔なんて見たいとも思ってなかったけど、それともう一度幼女と言ったら容赦なく叩き出すわ。あー怖い怖い。ご機嫌斜めみたいね。どこかの国にシェアを奪われちゃったのが応えてるのかしら。貴様、ブラン様に対して失礼な口を。まあまあ、そんな怖い顔しないでよね。今日はわざわざとっておきの情報を持ってきてあげたんだから。情報？あーでもどうしようかしら。これを教えたらますます不機嫌になっちゃうかもしれないし。話す気がないんだったら最初から。おい、これ以上ブラン様を怒らせるな。頼むから。はいはい、そこまで言うなら教えてあげるわよ。つい最近のことなんだけど、プラネテューヌの女神2人がラステーションの女神と接触したらしいわよ。プラネテューヌの？それのどこがとっておきの情報なのかしら。あんな弱小国の女神が何をしようと。接触の目的がラステーションからの技術供与を受けるためだったとしたら。それは本当なのか。言うまでもないことだけど、ラステーションってほんの数年でルイに匹敵するくらいの大きさになったのよね。だとしたらそこからいろいろ教えてもらえばプラネテューヌも同じように大きくなっちゃうかも、なんて。そんな簡単なことではないわ。でも、もし。はい、我が国はすでにシェアの半数近くをラステーションに奪われております。ならばもしそうなれば残りの半数もプラネテューヌに奪われるなんてことに。なかってな真似させてたまるかよ。いきなり変身して怒鳴んないでよ。相変わらず切れやすい幼女ね。それもこれもゲームのせいだわ。やっぱりゲームは害悪だわ。おい、今幼女って言ったな。幼女って言ったよな。落ち着いてください。何かないのですか。他国に好き勝手させないような方策などは。それを考えるのが大臣の仕事だろうが。そのような無茶を申されましても。くそ、ざけんな。後からポコポコできた国のくせに人の国のシェアを勝手に持ってきやがって。私がどんだけ女神やってきたと思ってんだ。長い間一人だけで。ブラン様、本当に焦っちゃってるのね。前に来た時は余裕しゃくしゃくって感じだったけど。いい気味だわ。おい、プラネテューヌの女神どもは今もラステーションにいるんだよな。ええ、教えてもらうことも多いだろうし、しばらくは滞在するんじゃないかしら。よし、ちょっと行ってくる。はあ、どちらへお出かけで。ラステーションだよ。女神が固まってんならちょうどいい。まとめて叩き潰してきてやる。はあ、いけません。そのような短絡的な。うるせえ、
邪魔すんならてめえから潰すぞ。どけ。はあはあ、ブラン様。あらひょっとして煽りすぎちゃった？まあこっちにとっては好都合だけど。あら、電話なんて珍しいわね。もしもし。あ、ノワールさんですか？イストワールです。イストワール？本当に珍しい。っていうか、あなた受話器持ってたのね。持てませんよ。床に転がしてお話ししてます。ああ、なるほど。それでどうしたの？二人の様子が気になる？はい、どうでしょうか、お二人は。まあ、いつも通りって感じかしらね。いつも通りですか。では、お二人にはまだ私が怒っているとお伝えください。うん、了解。それで他には？実はこちらが本題なのですが、ラステーションでは子供が行方不明になるような事件は起きていませんか？行方不明？どうだったかしら。ああ、そういえば報告書の中に何件か上がってたわね。すぐに調査するよう手配しておいたけど。そうですか。ではラステーションでも。つまりそっちもってことね。どのくらいの数が？ほんの数件ですが、妙に気になりまして。そのプラネというのはラステーションと違い、街の警備も行き届いていませんし。ああ、そうね。うん、わざわざ情報ありがとう。お礼って言ったらなんだけど、あの二人少しは使えるようにして送り返すから。はい、よろしくお願いします。ところでイストワール、全然関係ない話をしてもいいかしら？何でしょうか。普通の会話ってこんなにスムーズに進むものなのね。ちょっとした感動だわ。あの二人の相手ばかりしてると感覚が狂って。その気持ちは痛いほどよくわかります。時々でいいからまた電話してきなさいよね。特に用がなくてもいいからね。はい、そうさせていただきます。私もたまには普通の会話をしたいですし。では今日のところは失礼しますね。ええ、また。ノワールちゃん、お電話だったの？誰と？そういうこと聞いちゃダメだって。ノワールにかけてくる相手なんてセールスか怪しい勧誘のどっちかに決まって。決まってない。イストワールからよ。イーズンから？そう、お二人は真面目にお仕事してますかって聞いてきたから。微妙だって答えておいたわ。そこは適当に持ち上げとこうよ。ノワールってば気が利かないんだから。イース、まだ怒ってた？そうね、少しムッとしてたかしらね。そっか、うん。まあ、真面目に働いたら私の方から報告してあげるから、ちゃんと仕事頑張りなさいよね。はーい。それでルイーンの女神がラステーションに？はあ、向かってしまったの。まだ着くには時間がかかるじゃろうが。大変じゃないですか。どうしましょう、どうしましょう。なんでそんな慌ててるのよ。これで女神同士が潰し合ってくれれば私たちにとってはラッキーじゃない。そんな簡単なことじゃないですよ。どっちの女神が負けてもその国に住む人たちは大変なことになっちゃうし、それ以前に戦争とかになっちゃうかもしれないんですよ。戦争？いい響きだ。武者震いがするな。それこそ願ってもない展開だ。人間同士が醜く争い合う最高だ。ダメですよ。戦争になったらたくさん人が死んじゃったり、かわいそうな子供がいっぱい出たり。
子供が？ダメよ、絶対ダメ。誰よ、こんなことしでかしたの。アブちゃんでしょ。もう私もそういう野蛮なのは好みじゃないんだけど。オイラもコピーソフトを売る相手がいなくなったら商売上がったりっちょね。何？それは困るぞ。今の違法スレスレの発言もどうかと思いますけど、だから慌ててるんですよ。ああ、どうしましょう、どうしましょう。まあまあ、落ち着きなさいな。起きちゃったものは仕方ないんだし。今からルフィの女神を止めるっていうのは無理なのかしら。難しいじゃろうな。あの剣幕ではとてもとても。だとしたらどうにかその状況を利用する手を考えるしかないわね。女神同士があっても争いにはならず、できれば私たちに有利になるような方法。そんな都合のいい方法などあるものか。ほっといて戦争でも何でもさせてやればいい。ダメです、絶対ダメです。そうよ、絶対ダメなんだから。うるさい、黄色い声でピーチクパーチクわめくな。おばはんの怒鳴り声の方がうるさいっちょ。みんな揃ってうるさいわよ、人が考え事してるっていうのに。これならいけるかしら。ちょっとやっつけな作戦だけど。ねえコピリーちゃん、あなたそろそろ暴れたいってこぼしてたわよね。うん、いかにも。ではついに俺様の出番なのか。おい、いいのか。こんなやつを使ったら火に油を注ぐようなもんじゃ。大丈夫よ、そんな頭使うことじゃないし。それじゃあコピリーちゃん、一仕事お願いしたいんだけど。おお、暴れられるのなら何でもやってやろう。あ、あれれ、私がわたわたしてる間になんか解決に向かっちゃってる。貴様は騒がしいだけで本当に何の役にも立たんな。すみません。ノワールちゃん、書類のチェック全部終わったよ。間違ってるとことかよくわかんないとこはメモしてあるから、あとはよろしく。ああ、ありがとう。ただいま、クエスト終わらせてきたよ。今日はなんと3つも。3つ？すごいわね。しかも見て見て、依頼人の人がすっごく助かったからってお土産までもらっちゃった。うわー、美味しそう。いいなー、ネポちゃん。ちゃんとプルルにも分けてあげるって。ご飯の後みんなで食べようね。うわーい。あれ、取ったの？ノワール。ちゃんとノワールにも分けてあげるよ。いや、驚いているというか戸惑っているというか、あなたたちちゃんと仕事できるのね。しっけーな、私はやるときはやる女だよ。ただ普段はやんないだけで。そうだよ、私たちがやんなかったらイーズンがやってくれるもんね。普段からやってあげなさいよ、かわいそうに。でんで、今日の仕事はもうおしまい？うん、そうね。今日中にはとても終わらないと思っていたんだけど。やったー。じゃあお昼寝してもいい？別に慌てて寝なくたっていいでしょ。今お茶でも運ばせるから少しのんびり。ブラックハート様、ブラックハート様。え、この声は国境警備の。ああ、
これはよくあるパターンだね。さあ休憩だって言ったら高確率でトラブルが発生するっていう。お茶をお預け。大変です。一大事です。国家存亡の危機です。落ち着きなさい。何が起きたのかちゃんと説明して。はい、すみません。あまりのことに混乱しておりまして。まったく、なぜ自分が当直の日にこんなことが起こるのか。明日だったら非番で家でゆっくりしていたのに。落ち着きすぎよ。早く本題を言いなさい。すみません。実はルイの女神が単身我が国に乗り込んできたんです。何ですって？ルイの女神ってことはブラン？わあ、どこどこ？どこにいるの？私も会ってみたい。どこどこ？現在は国境付近で待機していただいてますが。それでおとなしく待ってるの？ちゃんと見張りはつけた？すみません。慌てて飛んできてしまったので、そこまで気が回らず。バカ！それがあなたの仕事でしょ？ですからすみませんって。ノアールってば、部下に恵まれないね。あんまり怒っちゃかわいそうだよ。よしよし。なんとお優しい。あなたこそが女神。ほら、勝手に人のとこの信者手なずけないで。はあ、もういいわ。向こうがその気だったら見張りなんて言っても意味ないでしょうし、その場合は私が止めないと。急いで向かうわ。待って待って、私たちも行くよ。